札幌市交通局 M100 系電車 TC1 系電車は札幌市交通局が1961年に導入した札幌市電の路面電車車両である。1961年7月21日よりラッシュアワーの輸送力増強用として試験的に導入された分離可能な連結車で通称は親子電車。日本の路面電車では戦時中 戦後に代用付随車を引く親子電車が見られたが、新生の専用トレーラーを用意した例は、札幌市電が唯一となる。親となる両運転台系の M100 系、M101 号と異なる型運転台系の TC1 系、TC1 号の一編成、計二両が日本車両製造で製造された。広報、札幌や車内告知などでは、 親子電車と紹介されたが、現場では MTC と呼ばれていた。混雑時は親子を連結した二両編成で、換算時は M100K への単行で使用する計画で製造された。M101 の連結装置と全面中央のジャンパ連結機は車両両側に設けられており、単独使用中の方向転換にも対応できる。投入路線は特に混雑の激しいに系統となるため、 鉄北線に存在する国鉄札幌駅構内を横断する陸橋の勾配に対応した途半性能を確保する必要があった。そのためトレーラーである t c 1系の運転台側台車にもモーターが1台装備されているが終電装置を持たず M100 型から電力の供給を受ける必要があるため単独運転はできない。札幌スタイルを確立した。 日立製の330型とは異なる。丸みの少ない車体で、そのデザインテイストは、同じ、日車製で、M、MTC の発展型とも言える連接車、A800 系、A810 型に受け継がれた。系統表示灯を挟み、2灯とも全面相下に配置された全小灯と、両開き式の中扉は、どちらも札幌市電としては、初めての採用である。 TC1 系の前扉は、運転台側にのみに設けられており、連結面側が先頭となるサイドには、中扉しかない。常に、前の車両は運転手と車掌の二人、後ろの車両は、車掌一人の三人乗務となる。実際には、朝夕の連結、開放に手間がかかるため、常に連結状態で運用されていた。それゆえぞ、備はされず、 連接車の本格導入へと計画自体が変更された。連接車の登場以降は、2両が非貫通であることから、運賃収受方法を連接車と共通にできない上上記のように両方の車両に車掌が乗務する必要があって、人件費もかかるため、1970年10月に分離の上、M101 は継続使用のためワンマン化改造を受け、 一方、自走ができない TC1 は除籍となった。連結の必要がなくなったことで、M101 の棒連結機受けと、ジャンパ連結機は撤去されている。M101 は1990年代後半に330型に続いて3300型と同様の、車体に更新される計画があったが、電動機出力が大きく、両開き扉が有効であるため、実施されなかった。 塗色も他社が ST カラーと呼ばれるダークグリーンとライトアイボリーの塗り分けに変更される中職員の手塗りにより唯一デザートイエローとダークグリーンの旧塗色で残っている。また現在の札幌市交通局が所有する地下鉄を含めた車両全体で唯一握り手が丸型の吊り革を設置している。また2017年時点では 整備に必要な交換部品を廃車となった車両から調達する、いわゆる、共食い整備が行われている。2020年時点では、胴体保存と紹介されるケースもある。2017年時点では、大規模改修を実施すれば、あと10年程度走行可能とされたが実施されず、2021年10月31日をもって運行を終了することとなった。 2022年秋の札幌市交通資料館リニューアルオープン時に TC1 と共に展示される予定である。TC1 は1971年10月に廃車となり、ホロキタ車庫で保管後、1975年から札幌市交通資料館に生態保存されている。2020年8月29日には札幌塗装工業共同組合青年部会により、 塗装の塗り直しが行われた。この際、現役時にはなかった白帯が追加された。専用軌道区間を含む路線では、京福電気鉄道が1950年に9201型を製造している。TC1 は自走できないため連結、開放時も自力回送ができず、作業を行うためには、その都度車庫に入庫する必要があった。 常に連結状態で運用されるようになったことから、一方の棒連結機受けと、ジャンパ連結機は、比較的早い時期に撤去されたとみられる。鉄道ファン第35巻第8号、公有者、1998年8月1日、44ページ。ABC、我が町遺産、札幌市電、M101 号車。朝日新聞。 オリジナルの2021年7月18日時点におけるアーカイブ。http://web.archive.org/web/2021071805534 個 h t t p w w w a s a h i c o m エリア北海道アーティクルズ MTW2K170 兆7240億1158万 1HTML2020 年9月19日閲覧。M101 はワンマン化改造の際、上下2色の間に蛍光主路の識別体が巻かれ、その後現在の白帯に変わっている。オリジナルの塗色は TC1 に近年まで残っていた。ウィズユーナツ夏号。札幌市交通事業新高校舎。 P8 2020年1月4日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年1月7日閲覧2013年に優先席付近の釣り革がオレンジ色に変更されたため現在は丸型と三角型の釣り革が混在している鉄の広場札幌市電古今東西車両紹介札幌市電の歴史を構成に伝える M100K& ササラ電車 鉄道チャンネル、https コロンスラッシュスラッシュ tetsudo-ch.com スラッシュ 10269302.html2020 年9月19日閲覧。路面電車、M101 号車の営業運用終了のお知らせ。札幌市交通事業新高校車。2021年6月20日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2021年7月18日閲覧。AB 安倍亮。屋外保存の自然塗装をきれいに札幌の塗装業者が奉仕作業。北海道新聞。ありがとうございます。